お、おれおれ、金丼くん。いらっしゃい、久しぶりです。どうも。明日という日の男の、まあ、人生、まあ、そのものっていうんですか、男がこう人生を今まで歩いてきた中のこう心を、まあ、歌った歌っていうんですか、今回自分で歌ってみて、あ、これ俺の歌かな、でも皆さんに当てはまる歌だなという思いがしました。意外とやっぱりなんていうんですか、バーンとこう張る部分があるんで、まあ、力任せで全部歌ってしまうと詩の雰囲気が壊れてしまうんですね。あ、ここは優しく歌ってるな、ここは大きく歌ってるなっていう部分をこう CD で確認してもらうとすぐ分かりやすい歌なんで、でいろんな人が歌って、まあ、いろんな人の男の意地を聞いてみたいですね。いろんな多分男の意地ができると思います。よろしくお願いします。マリ観光大使ということで任命されましてね、あ、わかりました、じゃあ今利をね宣伝してまいりますということで、先だって、宮崎に行ったんですね。で宮崎に行きまして、私は伊万里観光大使を命じられまして、伊万里はですね焼き物とそして伊万里牛と、果物が美味しいんですよ、もうぜひ食べてくださいと言いながら、実は昨日宮崎牛を食べました。すごく美味しかったですということでね、言いますと、もう会場がねすごく盛り上がりまして、やっぱりこう地元のね、やっぱり牛を喜んでもらったんだなと。でも伊万里牛も美味しいんですけど、実際に本当に宮崎牛美味しかったですね。でも伊万里の焼き物っていうのはもうやっぱり一つしかないんです。伊万里にぜひ来てもらって、こうなんていうんですか、町中に焼き物がいっぱい飾ってありますのでね、これもぜひ来てもらいたいと思います。皆さん、いつもいつもお世話になっております、池田照夫。まあ、7月24日にこう発売になる新曲「男の意地」なんですけど、今回まあ先ほども言いました、自分の中でまあ目いっぱい気持ちよく歌える歌を今回いただきました。なおかつ自分の人生、まあ自分の気持ちをそのままこう詩に表現していただきました。そういう歌でございます。ぜひ皆さんこの歌聴いて、そして歌ってもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。プレゼント、イケテルのペンライトっていうのがあるんですね。こう星型になったこうペンライトで、私のイラストが書いてあるんです。すごく可愛いペンライトでございますので、これを3名様にねプレゼントしたいと思います。はい、以上です。